で、大体ここまででその A というですね、多倍長数を表現してメモリに格納するというところまで済みましたので、次にその、指則演算についてこう考えていきたいと思います。で、まず最初に、1ワード、まずはですね、その1ワードの指則演算を行うための、その CPU の機構というのについて紹介しておきます。ここで紹介する機構は2つありまして、1つはレジスタと呼ばれるもので、もう1つは ALU と呼ばれる機械です。この ALU というのは、アリスメティックロジックユニットと呼ばれて、日本語ですと、算術論理演算ユニットですね。アリスメティックが算術、それからロジックが論理ですね。その算術と論理の、演算を行うための機構ということになります。で、まず、そのうちのレジスターから紹介しますと、レジスターというのは、CPU の中でですね、情報、すなわちビット率を保持するメモリの一種です。で、このレジスターというのは非常に数は小さいんですけれども、高速にアクセスできます。で、そのレジスタには、種類がありまして、まず最初に、のレジスタとして汎用レジスタと呼ばれるもので、これは演算対象や演算結果のデータを保持する、すなわち、その演算しようと思っている数そのものを保持するような場所ですね。でもう一つは、状態レジスタと呼ばれるもので、これはテキストではですね、補助演算装置というふうに書かれておりますが、業界ではその状態レジスタとも呼ばれます。でこれは、CPU の演算に伴うさまざまな内部状態を保持するということで、内部状態というのは そもそも何だっていう話になりますけれども、これもちょっとおいおい説明しますけど、その中で今回利用するのは、その桁余りの発生を示すような状態ですね。例えば、レジスター同士で演算を行っていたら、数がどんどん大きくなってしまって、桁あふれが、レジスターの数よりも演算結果の数が大きくなってしまったとか。そういう状態を保持するというのが状態レジスタですね。で今回利用するのは、桁上がりの発生を示す状態を保持するレジスタを使います。で、もう一つの ALU の方なんですけれども、この ALU は何をやるかというと、このレジスタやメモリからデータを呼び出して、その実際に指則演算や論理演算を行う、回路ですね、電子回路の一つです。で計算を行って、でその計算結果をレジスタやメモリに格納するという役割を担っています。また、この計算に従ってですね、その CPU の状態が変わった、例えば桁上がりが発生したとか、桁あふれが発生したとか、あるいはそうですね、ゼロで割り算が起きたとか、そういう状態もありますけれども、そういういろいろな状態を、新たな状態を状態レジスタに格納する役割も担っています。あまり深入りはしませんが、ALU というのはこういう役割を担っていると思ってください。そして、このですね、今の話なんですけれども、これ東芝のですね、組み込み用 CPU の例をちょっと持ってきました。で、これは東芝デバイス&ストレージという会社からですね、この e ラーニングの教材として提供されているもので、下の方に、なんだ、ウェブのアドレスが非常に小さい字で書かれていますけれども、一応この今回の PDF の資料からだとすぐアクセスできるかなというふうに思います。で、ここのその CPU の中で挙げましたこの図というのはですね、この CPU の機構ですね、この部品構成を表した図なんですけれども、ここにはそのそれぞれの今述べたような機構の機器が入っています。例えば、先ほど紹介したこの ALU ですね。ALU はこの辺にありますし、それからあと汎用レジスタっていうのがこの辺に存在しています。それからあと、状態レジスタっていうのがですね、ここではそのプログラムステータスワード PSW っていう名前でこの辺にあるといったような形で、今述べたような機構がですね、CPU の中に含まれていることがわかるかと思います。ちょっとこういったことを少し頭に入れて話を進めていきましょう。で、以上を踏まえて、まず1ワードの符号なし整数2個の加算というのがどのように行われるかというのをちょっと見てみました。ここではですね、この x と y、それから z っていうのがそれぞれレジスタなんですね。ですので、x と y のレジスタ、それぞれに、値を入れて、で、その
和を取りましょうと。で、取った和をこの Z というレジスタにこう入れると、代入するという操作を行います。で、その時の加算の仕方っていうのは、我々が十進法でやっている筆算と同じようにですね、各桁を足し算して、で、まあ、例えばここの桁で桁上がりがあったら次の桁に加えるといったような操作をどんどん繰り返すわけですね。で、最終的に、これ、1ワード N ビットの2つの整数の加算なんですけれども、これでこう、N-1 ビット目から桁膨れ、繰り上がりが、もしあった場合には、この繰り上がりがあったかどうかという状態を、この、状態レジスタに、保持するというわけですね。でもし、桁膨れが起きた場合には、この状態レジスタのガンマの値を1にしなさい。で、桁振りが起きないときには、このガンマの値は0にしておいていいよっていう形で、こう演算を行うわけです。で、そうすると、このとき、この計算結果っていうのが、x プラス y っていうのが、そのガンマかける2の n 乗ですね。これは桁上がりが発生すれば、ここが1になるんですけど、ガンマかける2の n 乗プラス z という形で表すことができますので、この、桁振りプラス、この、1ワードの z の情報っていうのを、一応このテキストでは、この x プラス y の結果を、この z とガンマの組に代入するというふうに書くことにします。いいでしょうか。で、一応これがですね、この1ワードの符号な指定数の、加算の基本の部分となって、で、これをもとに、その、長さ k ワードの多倍長数、整数 A と B の加算というのを考えます。アイデアとしては、先ほど、最初にお見せしたような、その電卓を、まあ、この場合 K ワードだから K 個並べたと一緒ですね。ですので、まず最初に、この一番下の、桁ですね、A0 と B0 のワードを、加えて、その結果を、C0 というワードに代入しますと。もしここで、桁上がりですね、ガンマ1という桁上がり発生すれば、このガンマ1という桁上がりを次のワードの数に加えていくわけですね。で、今度は、A1 と B1 を加えて、その和を C1 に代入し、かつ、下の桁からの桁上がりガンマ1を加えると。で、これで、もし桁上がりに発生していれば、このガンマ2という状態レジスタが1になりますから、これを次のワードの加算に加えるということをやります。で、以下、これを上位桁まで同じような形で繰り返すわけですね。で、最終的に、この A の K-1 と B の K-1 を加えて、C の K-1 が得られて、それに、ガンマの K-1 を加えた結果、もし桁上がりが発生すれば、それを、ガンマ K の状態レジスタに加えるという形で、加算を行います。ここまでいいでしょうか。で、以上をですね、この、まあ、数式で表しますと、まあ、A というのを、多倍長数を、まあ、A0 から A の K-1 という形で、こういう形で表しておりまして、それから B も同じように、B の0から B の K-1 というワードを並べて、こういう形で表していますから、これに対して、この C という多倍長数を、まあ、L ということで、これからその、じゃあその実際具体的なですね、手順をどのような形で、こう、書き下すかということを、やっていきたいと思います。ここまでまずよろしいでしょうか。